おお。前回呉市天王のセーラー万年筆で21金のペン先にすっかり惚れ込んだ阿部さん。すごい軽い、こう見た目しっかりこう重厚感あって、ちょっと末かねみたいな感じですけど、末かねって本当100キロ超えとるのにめちゃくちゃサラサラ書ける。見た目が末かねでやること菊池みたいな、さっとこう全く力感なくこなしちゃう。はあ、これは使いたくなる。しなやかで弾力のある万年筆の書き味は若者の心もつかみ、 SNS 全盛の時代に売り上げは3倍に拡大中。今回はミリ単位の繊細なものづくりでインクの文化を灯し続けている工場内部に潜入します。破棄阿部智弘。去年10月に完成したばかりの新工場。先週に引き続きセーラー万年筆の山口清武さんに案内をしてもらいました。まず最初は21金とか14金の合金を作る工程になります。じゃあもう本当最初の、本当に初の最初の作業になるってことですね。万年筆の頭脳と呼ばれるペン先、素材の金を一気におよそ1000度まで熱します。瓶の中にちょっとそこまで10分ほどで厚さ4ミリの金の塊インゴットが出てきました。これが万年筆のペン先になります。すごいよ。持ってください阿部さん。え、もう持てるんですか。これ今日いただいて帰れるってことで。あ、すみません、はい、すみません、はい、これちなみに21金で約400グラムありますので、今日の金の単価で言いますと、これで約307万円します。こんな豪華なの使ってるんですか。そうですね、はい、重い。恐れ入りました。阿部さん、驚くのはまだ早いですよ。重い重い。セーラー万年筆はペン先を一貫して工場内で作っています。インゴットと呼ばれる金の塊を薄く引き伸ばし、ペン先の形に打ち抜くと、そこからミリ単位の緻密な作業が始まります。これが 0.14 ミリの砥石になるんですけれども、はい、これを高速で回転させてペン先を真ん中に切れ目を入れてインクの通り道を作っております。え、これで切れるんですね。それが、はい、間近で見せてもらったのはのこ割りと呼ばれる作業。おっしゃ。万年筆はインクがペン先の隙間を通って出てきます。特有の書き味を生み出す中央の切り込み、のこ割りは失敗が許されない一発勝負の職人技です。実際どうですか。難しい。もちろん難しいですよ。切るのはそんな難しくないんですけど、はい、なんかこう線の先の玉打ちに大きさがあって、それ一番小さいんで、顕微鏡を使わないと見えないんですよ。見極めとかが難しい。あ、大きく分けて12の製造工程がある万年筆。インクも含めると工場全体で170人が働いていて、20代も第一線で活躍しているんですよ。繊細な作業。なんか僕は万年筆ってイメージで、勝手なイメージでもう50代ぐらいのバリッバリの男の人が、職人の方がクーってやってると思ったら、まさかの女性で、しかもお若い方です。そうですね。昔はそういった、ゴリゴリの職人さんがいたんですけども、はいはいはい、最近はもう世代交代もしまして、こういった若い女性も、たくさんいます。
研磨剤が入ったゴムでペン先の形を整える玉仕上げも20代が担当。根気と集中力で研鑽を積んでいるんです。今歴でいうと 何年ぐらいになりますか。4年くらいです。4年ですか。じゃあもう慣れたもんでもさささっと。これこの女性が数々のペン先を削っている宮尾さんです。ペン先の長さは3センチ程度。出荷できるかどうかは顕微鏡で80倍に拡大し、職人たちが見極めます。隙間の幅は最も細いところでなんと 0.02 ミリ。それぞれの持ち場でスペシャリストが一本一本に魂を吹き込んでいました。ここで最終的な書き味が決まりますので、非常に重要な工程になります。どれも作業を見てもどれを書いてもあの万年筆は成り立たないです。そうですね、はい、100年企業っていうのはブレない。もう本当にこれから僕もブレない思いっていうのを持ち続けてやっていきます。